あということで新三国無双エンパイアズシリーズ最新作新三国無双8エンパイアが発売決定ということでございます。おめでとうございます。それでは鈴木さん、改めてゲームのご説明をお願いいたします。はい、本作は20周年記念で一騎当選爽快アクションと国取りのシミュレーション要素両方が楽しめるエンパイアズシリーズの最新作です。で今回は、多彩な生き様、地位を交わる工場戦、至高のビジュアルで描く三国志体験ということで、今回は、ポイントを3つ、ご説明したいと思います。まずは1つ目です。エンパシリーズの戦闘なんですけども、従来はあの拠点を平坦でつなげながらどんどん敵本陣を目指していくっていう、まあ、前線を押し上げるような戦い方の戦闘でしたが、今回はですね、8のリソースを使っているということもありまして、このすごいスケール感のあるこう城をいかに攻めていくかっていうところに焦点を当てた攻城戦にしています。はい、多彩なこの潜入とか、まあ、城門を開けたりとか、あの工場兵器使ったりっていう、そのいろいろな手段を考えながら戦っていただくというゲームに仕上げています。はい、はい、続きまして、内政ですね、制約です。まあ、国をどのように強くしていくかというところなんですけども、ここもあのプレイヤーの選択によって、その生き様ですね、いろんな立場でプレイできるっていうのがエンパの魅力の一つですので、そこを生かしつつ、今回はあの自分の勢力の武将たちとどういうふうに交流を図っていくかということで、内政にいろんな影響があるっていう内政略システムにしてますので、ここであのうまくそういう関係性を築きながら国を強くしていくっていうことが楽しめるあの勢力システムにしています。はい、それからもう一つ、はい、こちらもあのエンパシリーズで好評のエディット機能ですけども、こちらもあの今作用にあの強化しています。ちょっと細かいあの機能なんかまだお伝えすることができないんですけども、あの、まあ、このスクショから少しいろいろ想像していただいてですね、あの続報をお待ちいただけたらと思います。去年とかは本当に新三国無双シリーズのニュースってほとんど新しいことがなくて、ちょっとまあツイッターとかでも来年こそはとかいろいろ出してたんですけど、ようやく発表できたのでちょっとホッとしてます。まずホッとするという気持ちが。そうです、鈴木さんはずっともう準備に準備を重ねてきての今日ですからね、はい、あの出すタイミングがなかなか難しくてですね、今年はまあちょっとコロナの影響もあっていろいろずれちゃったりっていうのもありました。本来はもうちょっと早くとかも考えていたところが今まさに今日になったみたいですね。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。さようなら。